はい、どうも皆さん、こんにちは。木戸です。夜やな、一回寝よう。あれ、俺の剣どこ行った？モンスター、あ、ごめん。待って、ゴーレムさんに任すわ。村人ごめんな、俺が寝る。ごめんな。締め出してしまった。よし、あとはこの辺に発生したクリーパーさんを借りたいけど、いたいた。もういないかな。いなさそう。さあ、じゃあもう何からしていこうかっていう感じなんだけど、まずは耐久力をつけよう。鉄こっちに持ってきてたから。で、あ、耐久力、こっちに耐久力がついてないのか。あ、まあ、これは、まだ、これ、あ、シャベルが耐久力3ついてるじゃん。じゃ、ちょっとこっちにつけとくか。耐久力。耐久力、3がマックス。3がマックスような。じゃあ、とりあえず。こっちもつけときますかね。よし。よし。じゃあ、とりあえず、この山はできるだけ爆破していこうかな。丸石じゃなくてシルクタッチの方で。できるだけこう取引用の。山、これはもうまるっとなくしたいんだけど、まるっとなくすにはもう圧倒的に足りないんよな。そう、この上にも家あるからね。これどうしようかっていう。これもなくすか。ちょっとでも収穫。収穫して、水分けして、ここも全部削るということで、また下の方にいいお家を建ててあげよう。
この辺ぐらいから吹き飛ばしていく。一回インベントリを開けたい。この家を破壊して、まあ、資材は取っときたいから、ちょっと余計なものは置いといて。とりあえず今使わんもんは無いか。よし、こんなもんかな。で、あの家を破壊しよう。ベッドとかもなんもない家やし。アカシアのこの色いいよね。よし、これで一通り回収はできたかな。でもシャベルは早いから、土の部分はもうシャベルでザガザガ削っていこう。時間かかるのは石部分だし、そっちに TNT を温存しておきたい。あっという間にツルッツル。この山を使ってまた段々畑作るのもいいなっていう気はすんだけどね。でも作るにしても上をもう
4号機ほどのサイズ感はいらんからな。そんなにでかくなくていいから。どれくらい。全体的に段々畑作るにしても、まず全体的に高さを下げたい。クリーパー狩りの時間がやってきました。土が邪魔。よし。いやー、いいね、楽で。石はちゃんと回収したいよ。クリーパーさんが現れてくれないな。どこから？今のどこから？下か。クリーパーさん現れない。なんで来てほしい時に限っていつも来てくれないのか。違う。TNT が足りなくなっちゃうよ。一回ちょっと下降りるかね。さっき破壊した家のものとかも置きたいし。ご飯。
この辺の、この辺のいらんもんは置いといて、クリーパーさん、お、いるいる。ゾンビさん今あんまお呼びでないんだけどな。ゾンビさん以上にスケさんがお呼びでないんだよな。お、クリーパーいっぱいおる。邪魔くさい。どいてどいて。クリーパーさんナイス、こっちです。あ、そっちじゃない。そっちじゃないの。ここで爆破してほしかった。ああ、大穴開いちゃって。さっきの、あ、いた。まだいた。よっしょ。火薬の取り忘れがないようにしないと。クリーパーいませんか。いた。どこだ。ちょ、邪魔せんで。外れるやん。他にいませんか。できればね、あそこにクリーパーさんを誘導したいんよね。誘導してポンポン爆破していってほしいんだけど。お、いるね。手前すぎですわ。爆破位置ちょっと間違えてますよ。クリーパー、あ、もう朝日が昇ってしまう。クリーパーさん、お、目があった。そう、こっちこっち。この中ぐらいで。ナイス。外まで弾き飛ばされた。宙にいろいろ浮きすぎてる。
山削りの時間かかるな。あ、とりあえずさっき、ビーカーさんが大穴開けたとこ、あそこは塞いでおきたいな。村人が落っこちそうだから。この辺とかは村の範囲外に、あ、そうでもないか。どっからが範囲内なのかが見当もつかない。そしてシャベルの耐久値があっという間に削れていく。どこだったっけ？ここにゴーレムの残骸が。村人さんが穴開け、村人さんじゃねえ、リーパーさんが穴開けたとこ。どこだ？あ、あの辺か。ここも洞窟になってんよな。とりあえず塞いでおきたい。後々冒険するにしても。ああ、落ちた。一旦は塞いで。落ちまくってる。一旦は塞いで。この奥が、ああ、こういう感じで洞窟になってんのね。じゃあこっち側も塞いじゃっていいか。こっち側も塞いでしまおう。ここに入り口があるのが確認できたから、ここも塞ぐ。ここちょっと下がってんのか。高さ合わせてもいい気はするけどな。ここもとりあえず村人さんが入っていかないように、そしてモンスターが上がってこないように。行商人さん、なんかいいもの持ってないですか？火薬持ってないですか？火薬持ってないか、残念。上から削ろう。
ニートがこんなところまで上がってきている。あ、違う。さっきのニートもしかして爆破食らっちゃった？あ、でもまだ生きてるね。あと3つか。あと3つ。こんな、でもこの高さじゃまだ全然高いんよな。そして村人がここまで上がってくるということは間違いなく村の範囲内だから、しっかり削りたい、削り切りたい。先にその他の範囲をフェンスで囲っちゃった方がいいかな。ここまだ村のほぼ中心近く、中心ってほどでもないのか。走っちゃ端だけど、ただ中心に限ってるって感じ。豚を上に上がらせない。ここ削り切ったら村から海が見えるんよな。海は見えた方がいい。俺は海が好きだから海は見えた方がいい。ラスト。えい。ああ、これで TNT が。尽きてしまった。 TNT 作るよりもここにクリーパーさん誘い出す手を使いたいんよな。そっちの方が効率いいから。あ、でもどうなんだろうな。しっかり穴とか掘ったところにはまって爆破してくれたらいいけど、そうじゃなかったたら逆にちゃんと TNT 使った方が。
あ、でもだいぶ、だいぶ低くなった感じはするね。そして日が暮れてきたから、またクリーパーが狩り。クリーパー狩りですね。なんでか知らんけど、じゃがいも持ってたわ。ゾンビが落としたな。山の範囲が広いんよな。さあ、夜になりました。一旦手荷物を何とかしたいな。はい、というわけでね、本日はここまでです。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。